はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数の性質丸1をお送りします。で、こっからですね、三角関数の性質っていうタイトル、丸1なんでシリーズで続いていくんですが、ちょっと具体的な問題をいくつか取り上げていきます。ただし三角比のところ、数1のね、三角比とだいぶ被るところもあるので、あ、なんか同じようなやってんなみたいな感じもするかもしれないんですが、よろしかったらね、お付き合いください。で、今回は2問です。なのでできそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう。で、今回2問何をやっていくかっていくと、サイン、コサイン、タンジェント出します。ただし1番であればサインが出てる、2番だったらコサインが出る。つまり残りを出す感じね。で、そういった問題です。で、使う公式はもう数1でやってるので、普通にここでポイントとしては書きません。問題の中では書いていきますけど、回答ではね、書いていくけど。で、まず、サインシータが、こっちは13分の5です。で、それでコサイン、タンジェント出すんだったら数1と同じなんですけど、こういった範囲が指定されてる、シータの。で、今回、シータが0から2分の π です。で、これがすごく大事。この部分が。で、0から2分の π。これまず、度数法に直すと、0は0度でいいんだけど、2分の π って、これ90度なんだよね。これね、2分の π90 って覚えておくと楽です。あと、π が100と180度。っていうと、2分の π ずつ増えれば、2分の π で90。で、π で180。こっちでありますけど、2分の 3π が270度っていうのがわかります。もちろん他のも覚えてほしいですけど。ってことは、0度から90度なんで、ここなんだよね。第一証言の話をしてるんだってのが大事なんです。で、なんで大事かっていうと、これは前回の動画でもちょっと話をしたけど、第一証言にあるっていうことは、コサインもサインもプラスだよね。タンジェントもプラスです。なぜかっていうと、どこでもいいね。ちょっと一箇所取ろうか。かぶってるけど。X 座標、Y 座標、両方ともプラスだから。で、傾きもこうなるからプラスでしょ。っていうことが頭の前提に欲しいの。そうしないと間違ってしまうから、答え。で、それが前提にできたら、まずサインからコサインを持ってきます。で、ここで使う公式は、そのね、三角比のとこでやった、サイン2乗シータ、プラス、コサイン2乗シータイコール1です。これね、めちゃくちゃ使うからね。これを使うと。で、サインのところに13分の5を代入して2乗します。2乗してこっちにちょっと持ってくるよ。そうすると、コサイン2乗シータイコール1マイナス2乗すると、169分の25となります。13の2乗と5の2乗ね。で、通分して計算すると、こうなる。で、2乗外したいので、2乗外すと、右辺にプラスマイナスルートがつきます。だから、プラスマイナスルート、169分の144なんですが、169はもちろん13に戻ります。13の2乗だから。で、ルート144はもう覚えちゃうね。144は12の2乗です。だから、ルート144は12、下のルートは13が出てくるので、13分の12となる。けど、これを書いたら×になります。なぜなら第一証言だから。いい？つまりプラスなんです、コサインは。だから、もし途中式をちゃんと書くんだったら、0、小なり θ、小なり2分の π より、コサイン θ、イコールプラスの方だけみたいに書いてください。今回ちょっとね、幅の関係でそこ省略しちゃうので、第一証言しか答えじゃないから、あとプラスじゃないとダメだから、コサインシータは13分の12になります。いいかな？で、コサインとタンジェントが嘘。コサインとサインが揃ったので、次使うのが、タンジェントシータイコールタンジェントはコサイン分のサインで求められると。一応より書いておこうかね。で、あとはこれを代入します。で、
これ代入すると13分の12分の13分の5になります。で、分数分の分数になってるんですけど、分数両方とも分母同じ時は切っちゃってください。どうせ計算したらそうなるから。なので切ってしまって下が12が残ります。で、上は5が残る。だからタンジェントシートは12分の5と、これで OK になります。で、一応なんで切っていいかっていうと、これコサイン分のサインって これ分のこれって割り算するとこうなるんだよね。だからサイン割るコサインなんだよ。で、サイン割るコサインだから13分の5割るかけるに直すと逆数になるから12分の13ってこうなるのね。で、ひっくり返るから分母が同じ場合切れるんだよ、こうやって。だから結局こう戻ってくるっていう。で、一回一回のめんどくさいので、これは覚えちゃった方が楽です。特にこの単元はいい、こうやって一致すること多いから分母がね。いいかな。では次です。次はコサインシータがマイナス3分の2と出てます。で、範囲が π から2分の 3π です。で、さっきもやったように π は間違った、 π だね。 π は90度で、2分の 3π90 じゃないよ。俺何をテンパってんだろうか。180度で、こっちが270度です。つまりここ第三象限になります。で、第三象限ってことは、ちょっと適当に取ろうか。 X 座標はマイナス、そして Y 座標もマイナスになります。だからサインもコサインもマイナスじゃなきゃダメなの、両方ともね。で、タンジェントは傾きなんでプラスになりますっていうのを頭の前提に置いた状態でやっていくと、もう使うの同じです。さっきと同じ、これ使ってコサインのところに今度代入します。マイナス3分の2を2乗してね。で、こっちに持っていくと、ちょっと今回これよりって書かないよ。サイン2乗シータは1マイナス、持ってきたやつの2乗です。で、2乗すると結局プラスになっちゃうから9分の4、つまり1マイナス9分の4なんで9分の5になります。で、これ2乗を切りたいからサインシータで、プラスマイナスルートをつける。で、ルート9は3です。出てくるから。でも、ルート5は出てこないので、こうなります。で、さっきも言ったように、この範囲が、ね、効果を発揮するので、サインはマイナスです、今。だから、サインはマイナスの方が答えになる。マイナス3分のルート5と。で、さっきと同じ。コサインとサインがもう揃ったので、このタンジェントを使うと、タンジェントシータイコール、コサイン分のサインです。で、マイナス分のマイナスだからプラスになると。で、さっきと同じように、分母が一致してるので切っちゃいます。で、残ってるのは、コサイン分のサインだから、2分のルート5と。いいかな。ちょっとね、右側の問題はかなり端折って書いてますけど、まあ、こんな感じでやってみるといいです。だから使ってる公式、今回この2つだよね。サイン2乗プラスコサイン2乗イコール1と、タンジェントイコールコサイン分のサインです。で、これは三角比の時にやってます。改めてここでも出てくるけどね。で、あとはこの範囲、ここだけ気をつければ、変なミスをすることはないので、こんな感じでぜひやってみてください。では、今回は高校数学数2の三角関数の性質丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、ちょっとシリーズなのでまたね、丸2続けていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。